ところよ。さあ、私はこれから日向ぼっこしながら恋愛小説を読む幸せタイムよ。世界樹が何かを出してたみたい。もう何かしらね。見失っちゃった。何だったんだろう。我々は海賊ですが、何？漂着者から奪ったりなどはいたしません。それにしても空から降ってきたとか、海上で竜巻にでも遭われたんですかね。ねえチャット、これから最寄りの港へ送ってあげたいのだけど。そうですね、そうしてあげた方がいいでしょう。で、あなたの国はどこですか？こっちの質問に答えてもらいたいですね。さ、あなたの国は？まさか、どうやら本当に自分の名前以外記憶がないみたいですが、落下した時のショックですかね。記憶がない？それじゃあこの方ここにいてもいいんじゃないんでしょうか、船長さん。構いませんよ。ただし、働かざる者食うべからずです。僕の子分として立派に働いていただくことが条件ですけどね。じゃっと、これよりバンエルティア号の一員としてあなたを迎えます。カノンノさん、この船について簡単に説明をお願いしますね。はい。
にちは、シエリさん。まだ自己紹介をしてなかったわね。私、ルビアナ・ドウェイク、新刊見習いなの。俺はカイスクオールズ、よろしくな。ああ、でも心配だわ。カイウスがあなたに見とれて海に落ちちゃったりするかもしれないし。な、何言ってんだよ。言った通りよ、文句ある？あるよ、当たり前じゃないか。だいたいお前ってやつはさ。はいはい、そこまで。それじゃあこれからもよろしくね。紹介がまだでしたわね。私、アニー・イルと申します。ここで家事全般のお世話をさせていただいてます。趣味は恋愛小説を読むことですの。月に10冊は読んじゃうんです。それにしても可愛い子さんね。こんなの港の荒くれ者どもが放っておきゃしませんよ。いい男を見繕わなきゃいけませんわよ。あらあら、私何を言ってるんでしょうね。え、私が船に乗る理由ですか？ええ、カノンナと一緒に旅をしてましてね。まあちょっとここでしばらくご厄介になってるんです。それにほら、こちら年若い方ばかりでいらっしゃいますでしょ。私が面倒を見なきゃと使命に感じましてね。ではごきげん遊ばっせ。君か、チャットが言ってた新顔は。で、なんで空から降ってきたんだ？ほら、キリル、そんなの後でもいいじゃない。まずは自己紹介からでしょ。何言ってるんだ。僕らは会場にいるんだぞ。事故があったなら、危機管理書、知っておく必要があるだろう。もうそんなに必死になんなよ。とにかく、挨拶から始めようぜ。俺はリッド・ハーシェル、よろしくな。私はファラ、ファラ・エルステッド、よろしくね。それで、この学者っぽいのが。おい、自己紹介ぐらい僕にさせろ。それに、学者っぽいってなんだよ。僕は、まあいい。僕はキール・ツァイベル。さっきも言ったが、学生だ。何か知らないことや、わからないことがあったら、まずは僕に聞くといい。まあこんな感じ。仲良くしようね。と申します。あー、もう相変わらず堅苦しい挨拶ね。でも初対面の挨拶って大事だと思うよ。やっぱり丁寧にしといた方が。あんた海賊の掟を知らないんじゃないの。後輩は先輩に絶対服従。あんたは今日から働くってわけでしょ。じゃあ私たち先輩じゃん。その掟、今イリアが作ったんじゃないの。あら、鋭いわね、ルカ君たら。ほらイリア、君も挨拶しないと。ああ、もう分かったっての。私はイリア・アニーミよ。ま、とりあえず仲良くやりましょ。当然敬語は不要だからね。